はい、始まりました。はい、コンティニューですね。はい、です。はい、前のこと。で、今、ようやくですね、ザッハをちょっとやってきまして、いや、楽しいですね。いやー、いいね。なんか、また新鮮味というか。で、驚いたのが、この女性キャラのこの武器。これ、杖らしいですね。明らかに鎌です。こんな恐ろしい杖があるかという。本当に。まあ、何でしたっけ、バルチャーズ編。そうだね。どんどんやっていこうかなと思います。木更地、市街地、住宅地、住宅街。はい。行きましょう。行きましょう。懐かしいっすね。うん、本当に。何ヶ月ぶりにやるとすげえ楽しい。あれ、ボードラメント違う。何が出てます？なんか、なんだろう、こう、タキシ、SD キャラで。自分は今、ゆりとみことのパジャマ姿です。まあこれお互い初期装備なんですけどね。そうだよ、まだエージェントでもないのに見習いなのにこの制圧力です。アルチャートのポテンシャルやばいね。主人公組なみなめです。この技が強すぎる。はあ、わかる。まとめちゃいますからね、後半は。まとめるのって大事。いや、もう終わりますね。いや、終わるね。見えたね。いや、もうさっき知ってるとちょっと悲しいところもありますけどね。まあ、ここはね、サラサラと。先も長いし。おお、すげえ。全然違うよ、全然。なんすか、その出発に。ごめん。見えた、わかるか。わかるでしょ。今でもビーム打ちながら歩いてるんですかね、さんは。確かにビーム打ってるよ。すごかったですね、出発量、最強です。ねえ、おっしゃめっちゃ歌ってみるね。うわ、このコンボめっちゃ強いな。相手落とさないじゃないか。あ、なるほどね。やばいな、これ組み合わせれるように作ってあるよ。そうだね。相当ぬるゲー化するな。どうしよう、もう終わっちゃいましたよ。もう一回行こうか。まあ別のとこが多分できるでしょう。あ、それだけね、爽快感のあるゲームがなったということで。いや、ほんとクローザーズの爽快感やばいな。もうお気軽にね、できるんでね、どんどんとユーザー増えてほしいなとは思いながら。うん、公式もすごいね、力入れて宣伝もしてるし。永久クローザーまあいい。いや、我々もね、宣伝してるおかげかなっていうのはあるんで。そうですね、まあざっと100人ぐらい。そうだよね、やっぱそのパート1とかね、見てくれてる人も、うん、意外とね、だんだん放置してたんですけど、動画増えていってもらって増えたね。ほら、いかんなと思って。あ、いかん、うん、ほらこのまま放置していかんなと。ああ、もったいないと、うん、そう、もっと精力的に活動しようということで、新しい場所に行きましょう。はい、まあ、新しいと言いながらも、みんなもね、この動画を見てる方は見慣れたような場所でございますけど。4、5回、10回ぐらい行ったんじゃないか。10回はもう動画中。お、新しい。なんだこの子。何このキャラ。黒髪の子だ。自分なんかピンク髪の子です。え、これユリなのかな。いや、ちょっと、制服が変わってる。あ、ユニオンって書いてある。ちょっと自分今日仕事休みなんで、ちょっともしかしたらとことんやるかもしれない。あ、いいね。いや、仕事だから。いやー、もう逆に今までその普通のカンコレやってなかったんですか。いや、カンコレもやってたんだけど、はい、あまりにね、はい、経験値効率が悪くて、はいはい、全然レベルが上がらない。そうですね、練習やってもらっても500とか、
あこれ会話はい危険の演出で最大3万経験値は何すかそれ。いやほんと最高のゲームリーダーを持ってるならね、カニコレ好きならやったから。あー、やろっかな。あれって低すぎてできないの？できんできん。でもね、そんな全然関係ない。またガンガン転送できるから、はい。リセットもできるし。そうなんですね。今安くなってないですかね、500円ぐらいで。500円のリーダーゲーム、俺。ソウルサクリファイスゲーですよ。いやでもなんだかんだ言ってクソゲーいっぱいありますからね。いっぱいあるね。やっぱいいゲームがある分クソゲーもある。クソゲーを愛してこそゲーマーですよ。いやいや、私でしょ。ただの出てくるもの。まあ相当も言いますけどね。もうラスト？早いな。こんな短かったっけ？フライングポットさんもね、もう。本当雑魚中の雑魚ですよ。はい飛ばせ。はいだ。おお耐えた。さすがフライン。楽しいなー。いいキャラだ。うん、こいつ長いんですね倒した。そうそうそう。なんだろうね。それが残るんですかね。なんだこのヘビ。エロい。何ボロボロなカラフルオウムっていうのって見えたね。なんでしょうね。ちょっと見た。なんだろうねあれ。あこれぬいぐるみだ。ええー。そっちよ。こんな感じでね今後も。もう総開発もうねバッサリだ。そうだね。ユニオン編と、うん、バルチャーズ編で分けてね。そうっすね。男のクローザーと。まあ、3部作になっちゃうんだけど、まあ、バルチャーズっていうかイレイザーらしいですね。イレイザー、イレイザー消しゴムだね。まあそんなもなんか殺し屋みたいなやつでしょ。なるほどね。シミアドンマイで、ほんとね、ガチャ動画もねそのうち撮りますんで。そうだね。おお結構大胆な踊りだね。今までクローザーズってその始めるときってなんか味気なかったんですけど、今この子がね 3D のグラフィックで出てきますんでね。ああそうだね、うん、オープニングももう楽しめるゲームになってきました。男性限定かもしれないですけど、いやまあほらシミアで検査番号があるから。そうですね、まあ、こんな感じで、はい、今後もクローザーズ、はい、ダンス動画をね送らせていただきます。しばらくはクローザーズが続くかな。はい、まあそのうちね別の動画もどんどんと撮っていきますので。はい、はい、というわけで、はい、今回何でしたっけ、クローザーズじゃなくて、あコンティニューでした。コンティニューでした。